3月2日にカピバラの四つ子ちゃんが誕生しました。お母さんの名前はひなせといって、ひなせにとっては初めての子供になります。触れ合いデビューはいつになるかまだ不明ですが、今観察コーナーの方で親子で展示をしています。お母さんと一緒にご飯を食べる姿や子供同士でじゃれ合っている可愛い姿が見れますので、ぜひ見に来てください。お待ちしてます。